ちは。お昼、土曜日、土曜日のお昼、うどむさん、かわいいギフトをありがとうございます。やすべえさん、タコありがとうございます。好きを伝えに来ました。好き好きって、好き好き精神だ。青木地さん、待ってたよ、ありがとうございます。やするぱんさんもありがとうございます。ゆきさん、ありがとうございます。キラキラ投げた、そうキラキラがね、あの配信を見てたりしたらもらえると思うので、配信を視聴したり、あのね、ミッションを達成したらもらえると思うので。ウドムさん、待ってたよ、ありがとうございます。コロンさん、ありがとうございます。後ろの帽子はハロウィン、そうだよ、ハロウィンチーカは、そうだよ。うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。こんにちは。かわいいギフトありがとうございます。これはどこに売ってるのって、これはね、ゲームセンターにいますね。まだいるかな、1ヶ月前ぐらいにいれば、ゲームセンターにいます。こんにちは。ゲームセンターは苦手分野すぎるね、むずいよね、ゲームセンターは。そうよな。お疲れ様です。リバプールさん、お花ありがとうございます。こんにちは。あ、ゆきりかに届け、見た見た、見ましたよ。今日は曇っていて少し寒いね。曇りなんかな。でもなんか昨日よりは寒くない？エドムさん、かわいいギフトありがとうございます。ハロウィンチークは欲しいからメルカリ出品してみないって。私が出品しなくても世の中の方が出品してるから、それを買えばいいよ。
私である必要がない。ね、晴れてる晴れてる。しかも昨日はね全部窓閉めて23度とかだったけど、今日は窓開けて24だから、昨日に比べたら寒くはない。雪梨花のが欲しかっただけ。全部一緒だよ。こんにちは。夜雨なの？けんけんばあさん、お花ありがとうございます。あ、そうなの？雨なの？久しぶりじゃない？雨って。そうでもないか。せいちゃん、結婚してギフトありがとうございます。うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。広島はどうなんだろう。晴れてるかな。リカさん、お花ありがとうございます。あ、でも本当だ、13時から50%だって。13時、でも 50% やったら半分降らないぐらいの確率だから降らなそう。そんななんか曇ってるようには見えない、外が。こんにちは。としきさん、お花ありがとうございます。ひらさん、ありがとうございます。ゆきさんも晴れ女だけど、今日は休みだから全然雨降ってもおかしくはないよ。私が外に出なければ。こんにちは。今日は自分の誕生日です。公園やイベントはいつも青ハッピー着てます。おめでとうございます。青ハッピー、クラコンのやつじゃなくて、クラコンのグッズの青ハッピーじゃなくて。うどむさん、ラブレターありがとうございます。カラオケ配信楽しみすぎて昨日寝れませんでした。どんだけ。そんな価値はないよ。でもクラコンのね発表来て公演に来てくださってる方いたんですよ。打ち上げ祭にもいた。あれを買って、あれを着てる方。でもめっちゃ目立つからね、いいなとは思うけど。こんにちは。なんか STU と〇〇の夏みたいな、ここ穴埋め自分でできるよみたいなハッピー紹介したよね、確かくだらないとで。あれの穴埋めをちゃんと穴埋めて着てる方いた。ゆうぴょんさん、かわいい、ありがとうございます。
メルカリで1300円ぐらいであったから買ったよって。お、安いね、意外と。いいじゃん、かわいいでしょ。ゆうぴょんさん、お花ありがとうございます。ちいかわさん、ちねさん、たこありがとうございます。ヤスルパンさんもありがとうございます。浮いてるって。そう、魔女なんで浮いてます。マリンライナーに乗ってます。どこ行くんだい。今日のお昼はカツヤ、リカちゃんはって。何食べようかな、まだ決めてないですね。お腹は空いてる、お腹は空いてるけど。うどむさん、ラブレターありがとうございます。いや、もうみんなは食べたのかい。逆にお昼ご飯は食べたのかい。まだまだね。マリンライナーは一瞬で香川に着くね。香川行く時に乗ったことある、広島から。大阪さん、お花ありがとうございます。こんにちは。何食べたいか分かんないな。ねむねむ、分かる。今日はお腹空いてるよりも眠いの方が勝ってる、ずっと。わらびもちさん、お花ありがとうございます。いや、お昼ね、でもやりたいこともあるんですよ。だから寝ないようにはしたい。コンタクト入れちゃったからね。そう、昼なのに眠眠。アマゾンのセール始まったけど、私が欲しかったこたつはセールなってなかったの。そう、安くなってなかったし、こたつって調べてもなんか大幅値下げされてるものはなかった。500円とか。そうなんですよ。宗広さん、お花ありがとうございます。そう、私のね、目つけてたやつはダメだった。ペットとか、ペット、冬場の終わりもね、安くならないんだよね。私夏からこたつ探してるんだけど、全然季節外れとかでもこたつってあんま安くならない。
にちは。フォトガーベットか。でもフォトガーベットもこたつもなんかあんま変わんないんだよね、値段的に。だったらこたつの方がいいかなって思うけど、なんか処分する時のことを考えたらこたつ大変やなとも思う。こんにちは。そう、机こんにちは。ガントチャートさん、レインボースターありがとうございます。レインボースター、こんにちは。ね、こたつ買ってもいいけどしまうとこないから、夏は端っこに寄せるぐらいしかできないや、布団。こんにちは。ね、でも買うならそろそろだなとは思ってます。机は夏も使うけど、あの布団外すじゃん夏って、その布団をしまうところがなくて、大きい布団だから、それはもう畳んで部屋の隅に置くぐらいしかできない。こんにちは。無理やり圧縮してベッドの下に入れる。リチャさん、タコありがとうございます。そんな大きな圧縮袋売ってるんかな、こたつ袋用、こたつ布団用の。こたつ布団ってめっちゃでかいじゃん。こたつはダメだよ。それなら逆に圧縮袋とか、逆にこたつのチャレンジ。こたつ、ね、でもなんか 色も迷ったんだよね。お部屋的になんか白とかがいいなって思ったけど、すぐ汚れそうだからさ、グレーとかの方がいいんかな。ピンクは絶対ないから、白、こういう白が多いからさ部屋に。茶色はない、ダメ。部屋的に白かピンクかグレーぐらい。そう、
部屋に会うとしたら。ニトリのあれはでもぐるぐる巻きで届いたんだよね。ニトリのなんでだろうね。そうラグ、あの小さいラグ届いたんですけど、ぐるぐる巻きででもこんぐらい、ギリ60だったのかな。こんにちは。白が絶対可愛いんだけどね。こんにちは。実家掘りごたつじゃないです。ルカさんハートありがとうございます。眠そう、マジ。お腹すいた。寝起きかと思った。え、寝起きですよ。今日も11時半に起きましたので寝起きです。まだ1時間も経っていません。こたつの話題で出づらい。こたつ、こんにちは。何食べようかな。あ、布団はダメなの？へー。じゃあそこに引っかかったんかもね。君空さん、お花ありがとうございます。布団カバーは届いた。布団カバー届いて布団ダメってむずいね。布団カバーと今はいいらしいから中身がダメなんだね。じゃあ中身、こんにちは。どうなんだろうね。あと5分、あと5分。
バーやったんやけど布団に見間違えられたとか、こたつ布団やと思われて跳ねられた、ダメだって、足が痺れた。マットさん、お花ありがとうございます。春夢さん、レインボースターありがとうございます。こんにちは。こんにちは。タイムテーブルはないです。今日はもう12時半までと、あとは夜21時半からです。あとは21時半からです。ショールームの予約を入れてますので、こまめにはやってないです。ライスさん、お花ありがとうございます。そう、まとめて長めの配信もやっております。じゃあそろそろ団地を見ます。あと2分ぐらいになったのでね。春夢さん、お花ありがとうございます。13位わらびもちさん、12位くるたん、11位ハッピーラブパワーさん、10位としきさん、9位るかさん、8位ゆきさん、7位ゆうぴょんさん、6位きーさん、5位やすべえさん、4位きちねさん、3位やするぱんさん、2位ガントチャートさん、1位うどむさん、ありがとうございました。そう、今回30分です。こんにちは。あと1分、次は21時半からやります。夜かぶれさん、ありがとうございます。帽子取ってくださいって。あと30秒、次の回は来れないかも。あら、あら、そう、30分になったら途切れて切りますってことで、それではバイバーイ。